moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。7月9日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。やっぱりですね、もうこの時期ですね、今いつものように脇汗がたまりましてね、もう汗もができております。ちゃんと公務しておりますよ。滑り王子マスパンでございます。はい、昨日まで沖縄に金曜日の夜からお邪魔しておりましたけれども、いやー変わりませんね、暑さはということなんですけれども、本当に限られた時間ですけれども、たくさんの方とお会いできて、またスポンサー様ともお会いできてとっても嬉しかった。ミソニコミスキーと同じく沖縄にお邪魔しておりまして、先週の土曜日ですけども、FM 宜野湾の夏祭り行ってまいりました、うん、まあ、いっぱいね、たくさんの方がお越しいただいてたんですけども、いや花火もですね打ち上げててですね、FM 講座の代表のアッキーラさんが私の力で花火を打ち上げましたというようなことを言ってたんですけども、うん、請求書を見せてほしいですねと思ったダンサーズでございます。はい、こんな、3人がお届けします。今夜のテーマは天気。今夜のテーマは天気です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。 FM 宜野湾毎週水曜日23時から放送中の番組 FEC チューン堂のパーソナリティをされておりますデコボコトラベリングの日賀亮人さんです。22時13分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですクランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、
従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。実はですね、まあ、スポンサー様にお会いしたっていうお話をしましたけれども、うん、はいはい、おやつと軽食の店夢屋さんなんですけれども、はいはい、お会いしてぜひぜひ王子に、うん、王子これをプレゼントしてほしいということで、あら、まあ、預かってきましたよ。じゃじゃーん。あら、まあ、なんかドキドキしちゃうわ。じゃあ王子これどうぞ。ありがとうございます、夢屋さん。これはこうオープンしても大丈夫なの？オープンしても大丈夫ですよ。はい、はい、じゃあ開けまして、はい、開けまして、はい、あ、何でしょうか。なんかラブレターがついてるよ。ちょっとこれすごいですよ、これ皆様。これハートで、ハートでメッセージが、はい、でそしてですね、これ実はジャーマンケーキなんですよ。あら、ありがとうございます、ね。ね、なかなか名古屋には売っていないので、うん、はい、うん、ジャーマンケーキ、おやつと軽食の店夢屋さんのジャーマンケーキをワンホール、ありがとうございます、王子にぜひということで、あら、まあ、もう進呈いたします。もうこれからちょっとね、あのメールを読めなくなっちゃってね、ドキドキしちゃって。このハートがまたいいじゃないですか。で、一生懸命なんかね書いてるなと思ったら、はい、そうなんですよ、ハートは王子に、ありがとう、ハートの皆さん、ありがとうございます、ね、恐縮でございます、ありがとうございます、はい、ということで、じゃあちょっと保冷バッグにまた戻しておきますので ね、はい、じゃあもうこのハートが本当に、うん、あの嬉しくなっちゃう。本当久しぶりにこのハート見たと。久しぶりなんですか。久しぶりですよ。大体バッテンみたいなのが多いですからね、うん、そうです。あ、まあそうですね。まあまあそうですね。はい、それではです、ね、メールご紹介します。はい、お願いします。キウナ名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。岐阜のキウイのバーバーです。ありがとうございます。名古屋のダンサーさんもミソニコミキスキーさんは沖縄に行かれていたのですね。沖縄の朝どうでしたか。はい、暑かったんですよね。暑かったです。暑かったですね。全然涼し、避暑地と言われてるので涼しいかと思ったけど、いや全然でしたね、うん、今回は。沖縄で35度ありましたからね。え、あのね、名古屋多分37度8度ぐらいまで行ってた時だと思うんですけども、うん、もうね、もう冷や汗どころの騒ぎじゃございませんよ、本当に。はい、ね、立ってるだけでもね、うん、汗が滴る落ちるっていうね、それぐらいの朝でしたけども。はい、はい、続き読みます。はい、岐阜は、昨日は最高36度と暑かったのですが、今日は昼過ぎににわか雨が降ったので、だいぶしのぎやすかったです。昨日は熱中症で救急搬送された方も多かったらしいですね。ああ、そうですね。毎日の天気と気温が気になりますね。雨が降れば降ったで晴れてほしいなんて思うのに、ピーカンで暑い日が続くと少しは降ってくれたら涼しくなるのになんて、人間はなんてわがままなんでしょうね。睡眠と栄養と水分をしっかりとって熱中症にはかからないようにしましょうね、ということでございます。本当にそうですよ ね、はい、ね、お部屋の中にいても、ね、熱中症に、ね、うん、なるみたいです ね、 ね、うん、ちゃんと水分を取っていただきたいと思います。はい、はい、カープボーイさんから、はい、みそにこみすきさん、ダンサーさん、ひげを剃っても薬味つるさん、皆さんこんばんわんわんわん。昨日まで沖縄行ったみたいですね。日曜日は結構雨が降ったりやんだりで、アスファルトからの湿度がやばかったんじゃない、ということで、うん、
見事にすごかったですね、スコールというか。ちょうどそうですね、日曜日の昼ですね、はい、宜野湾にいたんですけど、はい、いや雨降ってましたね、すごかったです。なんか一回ちょっと道路が冠水しかかりましたけど、 あれはね、茶炭でしたね、茶炭でしたね、ちょっとこれやばいなと思いましたね、ねえ、すごかったですけど、ね、でもまたすぐカラッとね上がるところがね、もうそうするとあれですか、まあ、このアスファルトからのまたその、あの熱気っていうのかな、そういうこと、来るとサウナ状態みたいな感じ、湿度増しますね、急にね、そんな感じになりますよね、はい、FMJG 新一さんこんばんは、先日はありがとうございます、ということでありがとうございます、FMJG 新一さんがねやられてます、あの FM 読谷のフルムーン上宮レディオショーの、はい、あの日曜日から21時からの放送なんですけれども、実はゲスト出演させていただきまして、あの FM 読谷さんでもね、あのダンサーズとみそにこみずきはちょっと参加させていただきました、はいはい、ちょうどですね今ツイキャスの方でもペーターさんラブケーキってあるんですけども、はい、ペーターさんも、ね、あのその時にツイキャスご参加いただきまして、ありがとうございます。そうなんですよ、ありがとうございました、はい、ちょっとねまあFM 読谷の方はちょっと配信がね YouTube でしたっけ、 YouTube、ね、しかないものですから、ちょっと追加して急遽ね、あの旧名古屋のアカウントで放送し、あと配信させていただきまして、はい、ね、ペーターさんも参加していただいてありがとうございました。ありがとうございます。で、あのカーボーイさんは続き、雨が降ったり止んだりラジマンダリだったよ、最近は沖縄も35度超えるようになってるし、夜でも30度超えることもあるらしいし、でもそっちはもっとすごいんだよね、なんか静岡で40度だったみたいな話したけど、40度の熱があったらフラフラするよね人間だったらということで、ねえ、体温超えどころか高熱ですよね、この温度、あれはすごいですね、40度はすごいですね、本当に、ということで、あのゲストコーナー、はい、CM の後はゲストコーナーです。はい、りょうとさん登場です。りょうとさん登場です。キユナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションなごみは、客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、ポップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。キユナ名古屋。はい、電話ゲストのコーナーです。本日は、FEC オフィス、FEC オフィス、所属のデコボコトラビングの比嘉亮斗さんです。こんばんは。こんばんは。
どうも、デコボコトラベリング、リョウトです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。誠実さん、どうもありがとうございました。あ、ね、僕たちが沖縄フェアで今県外回ってるんですけど、それで、名古屋に行くことになって、デコボコでその時ね来てくれたんですよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。改めましてですね、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか？はい、何度でも言います。園芸集団 FEC 所属のデコボコトラベリング、リョートです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、本当ですね、実はですね、はい、私、うん、沖縄にいたんですね。え、いつですか？入ったのが金曜日の夜から入りまして、うん、昨日の夜までいたんですよ。あ、じゃあ、会えたや。でですね、なんで連絡しなかったんですか？でですね、実を言うと、うん、ちょっと時間の関係で、本当はライカも行きたかったんですよ。あ、なるほど。うん、でもライカム僕たちその日はいなかったので。あれあれあれ、ライカムにいらっしゃらなかったですか？森光さんだけがいたんですけど、きんぴらごぼうの。あ、そうなんですか。僕たちはまた別の営業で、あ、ちょっとあったので。あ、そうなんですか、失礼いたしました。はい、あ、いや、実はそうなんですよ、いたんですね、いたんですね。そしたら全然、うん、事務所来てくださいよ。本当にうちの国際通りにある事務所来てくださいよ。ちょうどですね、夜だったんですよね、金曜日の夜だったんですね。でも夜中までうちの事務所は空いてますので、いつでも来てください。そうなんですか？はい、稽古とかやったりしますし、僕が鍵で開けるので、入ってください、一緒に。ありがとうございます。私、お邪魔したことあるんですよ。え、実は FEC さんの事務所の方に。勝手にですか？勝手に。勝手じゃないですよ。はい、お邪魔したことあって。あ、そうなんですね。あれはなんだろう、稽古場なんですかね。あ、稽古場の方だと思います。あ、はい、私こういったです。こういったなんですけど、なんかすごい辛辣の匂いがしてたんですよ。あ、そうなんですよね。うちの稽古場は、すごいスプレーを使って小道具を作るので、ちょっと辛辣かじゃがすごいんですよ。いや、なんでこんなに辛辣の匂いするんだろう。いや、もしかしてあれかなと思ったんですけど。どれかな。あれかなってどれだろう。どれかわかんないですけど、初めて来る人はみんなびっくりすると思います。はい、ちょっと稽古場は廃墟みたいな感じなので、ちょっとどっちかっつったら、何でしょう、何かに似てるなと思ったら、うん、はい、よくサークルのサークルとかがある何でしょう、部屋っていうんですか、学生の頃にあるような。もうそんな感じですよ、本当に。だから自分としてはね、なんかあの雰囲気がね、懐かしく感じたんですよ。あ、だったらよかった。でよく自分たちでもその学生の時に学祭とかで、その縦看板作って、それでペンキでなんか書いてたんですよ。あ、まあまあまあ、そういう感じでみんなで、ね、楽しんでやりますもんね、このそんな臭い中。いや、だからすっごい懐かしくて、で床がそのペンキが垂れた跡があったので、あー、すっごい懐かしいというふうに。もう古いので、あっちも結構そうなんですよ。なのでもう昔からのペンキの跡いっぱいありますよ、もういろいろと。小道具作ってきたので僕たち。そうですよね、皆さん総出でされてるなっていうのは十分わかるんですけども、はい、まあ、そのですね、実は同じくですね、沖縄にも行ってまして、同じく FEC さんの事務所にも行ったことがあるものに変わります。はい、いやいやいや、まさかご無沙汰しております。行ってると思わなかったですよ。処理込み好きです。そうなんですよ、FEC にはね、お邪魔したことがありましてね、その時はね、きんぴらごぼうさんのことのちょっと打ち合わせがね、きゅうらごぼうの打ち合わせの件でお邪魔した時があって、ね、はい、うちの先輩のきんぴらもお世話になってましたもんね。いや、ほんと去年はね、イベントでたくさんね盛り上げていただきました。ありがとう。いやいや、こちらこそ。もう実はですね、はい、僕たち今、うん、あ、ちゃんと音も流してくれて。あ、そうですそうです。ありがとうございます。僕たちがね、デコボコでやってる、はい、ペイチン君の歌流してくれてありがとうございます。
実は、だから今言ってたきんぴらごぼうもそうなんですけど、はい、僕たち今大阪にいるんですよ。ああ、そうなんですか。はい、え、今大阪ですか。はい、大阪の小さなホテルで今、はい、きんぴらごぼうとデコボコトラベリングがいるんですけど。あ、そうですか。なんと、なんと今いらっしゃるんですね、皆様。そう、いて、あの自己紹介僕がした時、森口さんは真っ裸で、はい、僕の後ろにずっといたので、はい、一応みんないるんですよ。ちょっと変わっていいですか。あ、はい、もちろんもちろん、うん、はい、うん、もう大丈夫ですか。服着ました、ちゃんと。え、こんばんは、デコボコトラベリング帰りです。あ、かえりさん、ご無沙汰しております。はい、あの名古屋では ありがとうございました、はい、ありがとうございました。こちらありがとうございます。美味しかったですよ、パイナップル。あ、よかったです。ちょうど食べ頃でした。ありがとうございます。買っていただいて、お土産もいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうも、ご無沙汰してます。あのお風呂上がりのきんぴらごぼう森光です。あ、フルチンの森光さん。はい、もう今来てますけど、結構いらしてたんですよ。はい、お風呂上がりで、すいません。いや、先日はどうもありがとうございました。はい、あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。だいぶ時間経ちましたけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ええ、はい、そしてどうも、きんぴらごぼうのタイガです。あ、ご無沙汰しております。はい、先日ありがとうございました。楽しかったです。でもありがとうございます。はい、おかげさまで、あの急なごぼうのイベントの後と、あの麻雀大会ですね。はい、あのおかげさまで、あの健康麻雀全国7位になりまして。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ね、あれ全国7位ってすごいですよね。いや、もうありがとうございます。もう素敵なイベントで、ちょっと栄養をつけて、エネルギーつけていけたので、とてもね、あの移動もね、あのバスの中で睡眠して、はい、はい、そうそうですね。どうでした、あの深夜バスは。あ、初めての経験だったんですけど、はい、意外、思ったよりもとても快適でして。あ、そうなんですか。はい、うん、あれ、なんかその車内はすごくこう空調が、暖房が効いててですね、もう半袖半ズボンで過ごしてたんですけれども。あ、そんなに暖かかったんですね。はい、前回途中でそのパーキングエリア、あのこのエリアに入ってですね、はい、ここ道の駅っていうんですか、はい、っていうところに入って一回降りたらですね、まあ、あの極寒も極寒でして、そうですね、結構寒いとこ通りますからね。はい、で終着点のこの金沢駅に着いた時に、なんかすごくなんかもう、はい、あの一桁台だったんで、あのびっくりするぐらいアレルギー出ましたね。ああ、あの寒暖差のアレルギー。寒暖差のアレルギーですかね。あ、でもまあそれもすごくいい経験だったなということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。意外と自分たち乗ったことがないんですよ、あのバス。あ、そうなんですね。そうなんですよ。あ、そうなんだ。深夜バスはですね、あるんですけど、はい、あの東京から名古屋までとか、うん、横浜から名古屋とかはあるんですよ。金沢は実は乗ったことないんですよ。ないんですね。あ、じゃあ結構あの距離で乗るってことはあまりないっていう感じなんですね。うん、距離的にはもう東京からの方が長いと思いますので、それはあれ気にしてるんですけど、はいはい、その北陸方面のその深夜バスはない。寒いところにっていう、ないんですね。ああ、なるほど。うん、とてもうちなんちゅうにはとても素晴らしい経験でした。ありがとうございました。そうですよね。あの沖縄にね、深夜バスもないですし、そうなんですよ。うん、その寝台列車とかそういうのもないっていうので、うん、寝てる間に目的地に移動できるのがいいのかなと。いや、もう素晴らしかったですね。とても全部がこう、あの新しい経験で、で、あの帰りの際に名古屋なんですけど、はい、サザンスターをすごいいっぱいいただいてですね。そうなんですよね。みんな寝台列車で出発したら、こうみんな照明落としてこうみんな眠ってたんですけど、うん、僕だけちょっとまだ伸び足りなくてですね、はい、まさかの寝台列車でオリオンサザンスターを開けるっていう。はい、とてもなんか本当に嘘みたいな経験させてもらいました。ね、会場がね、青森王国というね、沖縄のね、ママが沖縄の出身でしょうね。はい、はい、もうすごくこうお酒もたくさん、お土産もたくさんくれまして、とてもなんか県外にいるのに、県内のムードに包まれたなんか県内のムードに包まれて、県内のなんかすごくなんかその特殊な、うん、でも とても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっと料金ありますね。はい、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 すいません、ハイボール飲んでました。すいません。ハイボール飲んでたの？王子でございますよ。
大丈夫。ああ久しぶりですね。お久しぶりでございます。元気でした？元気ですよ。うん、脇汗が多くてちょっと汗もんになってますけども、ちょっと痒くてしょうがないんだけどね。お黙り。ちゃんと病院行ってくださいよ。え、病院行くの？あのね、ちょっと一つね、お尋ねしたいことがあるんです。いいですよ。ね、マイペイチン君いらっしゃいますよね。はいはい、いるよ、いますよ。はい。うん、このペイチン君という、ペイチンというお名前の由来がね、知りたくてね、王子はですね。どのようにつけたのかなと思って。ちゃんとした質問してくれるんですね。そうですよ。いつもちゃんとしてますよ。ちょっと俺びっくりしてぶっ飛んだ質問かなと思ったら。いや。ちょっとね、それが聞きたいなと思って。じゃあこちらはですね、うちの相方のカイリ君が説明してくれますので。カイリ君何の説明？自分で言わないんだ。まあ簡単に説明するとですね、沖縄って昔の貴族の階級がありまして、はい、チクドゥン、ペーチン、ウェイカタっていう、まあ、この順番でありまして、ほう、ペーチンってその真ん中の位なんですよね。はい、まあ、なのでその、まあ、一番上ではないけど一番下でもない、とりあえずまあ上を目指せる、まあ、将来はウェイカタになれるようにということで、まあ、沖縄のその階級からペーチンというものをいただいて、ファインペーチンっていう名前にねしたっていうのが由来ですね。あ、そうでございますか。もうまさしく、はい、王子と一緒でございますね、真ん中の位。はい、本当にそういうことですね。うん、なかなか王様にはならしてくれないっていう。いや、ずっと本当にその通りです。ずっとね、年齢がいっても王子のままっていう。お黙り。そう、なかなか上にはいけないっていうね。そうなんですよ。そこを目指して頑張っていくっていう。そうですよね。こういう信念のもと、生まれましたね。あ、よくわかりました。もうこれでですね、王子もですね、このゲストのコーナーも終わりに近づいてきてますんで、ちょっとね、やっぱり先ほどね、森本さんと一緒のように、まあ、王子もちょっとこういろいろ汗がね溜まってきてますので、まあ、これで全裸に例えばなってですね、お風呂は入りませんのでウェットティッシュで全部ちょっと全身拭いてみようかなっていう、そういう気持ちでいますよ。それセクハラです。お風呂入らないんですか？いや、なんかね、ちょっと待って、おかしいよ。今ね、ここのスタジオではですね、そういうことね、お風呂疲れませんから、お風呂の湯船の中からはね、おしゃべりすることはできませんので、あ、そういうことですね。ちょっとこう、片隅に行ってですね、ちょっと一回脱いでみて、ウェットティッシュできれいに全部拭いてみようかなっていう、そういう気持ちでございますよ。お黙り。すいません、もう良かったなと思ったのが、やっぱ王子さん王子さんなんだなって改めて思えたので、最初ちゃんとした質問をした時はちょっと心配だったんですよ。これ絶好調ですね。ちゃんと今日はですね、もうオープニングからですね、この森部さんのお話を聞いてね、この今のそのタイミングでですね、もうお風呂上がりと聞いたらね、もう王子もね、負けてられないですからね。勝負するとこですか？そこ勝負するとこだった？王子さんの王子さんはどれぐらいなんですか？え、王子さんの王子？あ、これはですね、もう皆様よくご存知ので、リトルプリンスでございますんで。お黙り。これは詳しくはご説明はできませんけども。お黙り。ちょっとこのおじさん。今僕大阪いるんですけど、来れません？一緒飲みません？いや、いいですね。ね、たこ焼きとかね、お好み焼きを食べながらね、飲みたいですよね。そうですね、おじさん、また一緒飲みましょうね、みんな。皆さん一緒に飲みましょう。あ、そうです、そういえば急なごぼうの後に飲んでたんですよね、飲んでたんですけども、もう至って真面目でございますよ。それはもう我々も芸人やってますので、もう至って真面目でございますんで、そこは感じてますよ。ね、大丈夫ですよ。このオンエアが入ってスイッチが入った途端に王子のスイッチも入っちゃうっていうね。なるほどね。このスタジオに来て初めてスイッチ入ると王子にね、結構自分なりに盛り上がっちゃうっていうね。もう終わりです。おじさんも、リョウトさん、お願い、本当におじさん、大阪来て今。大阪来てみたい。リョウトさん、もう一つ真面目な質問してもいいでしょうか。大丈夫ですよ、ね。ありがとうございます。実はですね、イオンの暑さのフェアの時にですね、はいはい、実は私の会社の方も。パイナップルを買いに行ったそうなんですけれども、
ありがとうございます。ペイチン君を見たときに、うん、ペイチン君のあれは被り物なのか実際に描いてるのか怖くて聞けなかったって言ってたんですけど。ペイチン君はちゃんと畑から出てきてる妖精なので、はい、詳しく知りたかったら LINE 教えてください。全部ちゃんと文章で送りますので。そういう個人的なやり取りになるんですね。でも基本的にペイチュン君も変身するのは慣れて、今はもう5分ぐらいで変身できるようになりました。はい、慣れてきたので。私もちょっとお聞きしたかったのが、はい、何でもいいですよ。あの髪の毛の色ですよね。はいはい、あれがすごい早かったので、あ、ピンクに変わった。そうあれどうしたんだろうと思って。あれはもうぜひ、うん、ステージ皆さん見てどんななんだろうっていうのは、うん、このほどで感じていただけたらありがたいです。めっちゃ早かったので、うん、どういう風なんだろう、ね、すごくびっくりしたんですけど、何かやっぱり秘密があるんですよね、うん、きっとね。あれ企業秘密ですか。企業秘密ですかね。あれは企業秘密ですね。やっぱりそうですよね。私もちょっとここはやっぱり教えてくれないだろうなと思いました。いや、でも来年のステージの時には舞台裏に来ていいので。どうやって変身してるか生で見てください。変身してるよ。拝見して確認するってことですね。ぜひリップルームで招待しますので。ありがとうございます。お願いします。あの早技にはすごい驚きました。よかった、嬉しいです。いえいえ、なんか結構みんなもびっくりしましたよね、うん、あれってなってましたよね。でも名古屋の人本当に温かいですね。あ、そうなんだ。いや、でもたくさんね、いろんな地方でやられてて、結構いろんなところでね、お土産とか、うん、とファンの方が来ていただいてね、とか結構聞いてるので、うん、あまり名古屋もどこも地方も埼玉も変わらないのかなって思ってるんですけど。いやいやいや、名古屋もやっぱり結構みんなで一致団結してダンスとか、はい、結構子供たちがやるのかなと思ったら、大人の方が積極的にやったのが、ああ、多分俺印象的にめちゃくちゃ残ってて、なかなか、なるほど、恥ずかしがり屋さんが大人の方多いんですけど、名古屋の方全力でみんなやってたからびっくりしましたね。ここやっぱり沖縄フェアということで、うんうん、結構、うん、愛知県ってエーサー祭り、トヨタでエーサー祭りやってますか。そうですよね。そうなんです。その沖縄出身の方が結構いらっしゃるので、うん、こういうイベントがもう本当にやりたくてうずうずしてるんですね、皆さん。確かに僕たちの前のステージがかっちゃんさんたちのステージだったので、そうなんですよ、はい、そこで感じてて、ラストが俺たちのステージなんだって思った時に、めちゃくちゃ人いっぱいいたから、でアンコールもやりよったので、あすごいな、その熱気はっていうのは改めて感じましたね。あ、そうですね。ね、かっちゃんもですね、私この旧名古屋の電話ゲストにもご出演いただいたことあるんですけども、うん、かっちゃんさんもそうなんですね。そうなんですよ。で、かっちゃんさんの娘さん、ね、はい、ルオンさんって言うんですけど、うん、はい、はい、ネーネーズです。ネーネーズ、うんうんうん、そうですよね。そうなんですよ。私もすごいですよね。ネーネーズのね、ライブ見に行ったりとかもしてましたので、やっぱそうですよね、はい、そのつながりもあって、はい、やっぱ沖縄のステージはやっぱ盛り上がりますね。やっぱそう考えたら、いや盛り上がりますよ。すごかったですね、うん、やっぱりね、私もちょっと久しぶりに行ってすごくはっちゃけました。はっちゃけました。ありがたいです、ね、本当に、ね、また名古屋も僕たち お友達もいっぱいいるので、あ、じゃあまた夜の飲み屋街が最高ですね。あ、あれですか、錦ですか。はい、錦の方ですか、行くのは。僕帰り、俺たちどこ行ったっけ。金山行きの方ですね。あ、金山ですか。確かにたくさんありますね、居酒屋ね。あ、結構ね、裏手に入るとね、結構穴場がありますね。そうですね、いろんなお店もたくさんあるので、次の日はだったら世界の山ちゃん、うん、ね、手羽先のお店なんかもありますから、うん、そうなんですよ、うんね、しかも空港でも世界の山ちゃん、うん、今あるので、うん、お土産とかも、いやマジで良かったですよ。あ、じゃあ結構名古屋飯は堪能して、うん、はい、もう次の日は二日酔いですよね。飲みすぎなんですね。もうみんな顔パンパンですよ、うん、飲みすぎて飲みすぎて
いや、本当ありがとうございます。いや、本当ですね。じゃあ、あれですね、そのイオンのお仕事の後も結構楽しまれたということで。そうですね、いろいろと、また、今回名古屋で売ったパイナップルが、はい、ピーチパインとスナックパインっていう種類だったんですけど、はいはいはい、あとハワイシュパインっていうこの3種類だったんですけど、はい、もうこのパイナップル時期がそろそろ終わるんですよ、はい、なので次はゴールドバレルっていうパイナップルの王様がいるんですけど、はい、糖度がとても高くて美味しいですよね、ちょっと値段も高いんですけど、その値段にちゃんと合った甘さのパイナップルをまた僕とデコボコトラベリングときんぴらで、はい、また売りに行ったりもするので、はい、いやライカムで、それがいつから沖縄県でないですか？になりますか？こちらはですね、はい、もう僕たち大阪から帰ってきて1日空けたら、はい、またすぐあるんですよ。土曜日日曜日にあるんですけど、あら、もうほとんど間髪なくされるんですね。それはどちらで？んですよ、こちらはライカムの方でやります。ライカムの方でですね。すか、うん、はい。はい、また詳しくは僕たちのツイッターとかにも載ってるんですけど、今回は東村パインアップルフェアっていうことで、あ、なるほど、東村のパイナップルのフェアということで、はい、そうです、なるほど、そういうまたね、じゃあ今度は4人でパワーアップしてですね、はい、またステージもありますので、ああ、いいですね、土曜日日曜日にかけて、なるほど、ね、2人でも十分なんかね盛り上がってるステージですけれども、4人でしたらねもっともっと面白いでしょうね。そうですね、もっともっと面白くなると思います、ね、あとですね、ライブもありますよね。あ、いいんですか、紹介しても。もちろんどうぞどうぞ。ぜひぜひ。僕たちですね、はい、月1で行っている、はい、ライブがあるんですけど、はい、FEC お笑い劇場っていうのがあるんですよ、はい、でそこで、7月の20日土曜日に、はい、会場が、那覇市天物館の4階天物ホールで行います。国際通りのね、はい、中にあるんですけども、はい、そこが、18時30分会場の19時開演で、料金が大人1500円、はい、高校生以下が750円になります。優しい。で、未就学児が、無料で、はい、当日はちょっとプラス500円になります。なるほど、じゃあ予約した方が絶対お得です ですね、うん、の方がいいです、ね、で配信もやってるんですよ。あ、はい、そうなんですか。いいですね、今回から、先月ぐらいから配信をまた始めるようになりまして、はい、県外の方でも見ることができます。はい、で1500円なんですけど、はい、でこちらはですね、FEC お笑い劇場の、まあ、芸人さんたちが画像を上げてる QR コードがあるので、はい、フライヤーの、はい、そこからアクセスしてもらったら、はい、サイトに飛びますので、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひですね、県外の皆様も、これは FEC のサイトでわかるんですか？はい、FEC のホームページだったり、僕たちの、はい、ホームページ、SNS でも上がってますので、はい、でその画像のところに QR コードがあるので、ぜひかざしてみてください。ぜひですね、皆さんの FEC のサイト、もしくは光雄さんの、SNS をチェックしていただければと思います。でゲストも鈴鹿サーキットさんから、オリジンリルさんの方から来ますので、ぜひよろしくお願いいたします。わー、すごいですね、事務所を超えて、うんうん、はい、こういう感じでやっておりますよ。ぜひ皆さんチェックの方お願いいたします、うん、ね、県外の方もお願いいたします。はい、ますね、すいません、大幅にお時間を超えてしまいました。もう一つ、トークライブはいいんですか？もちろんもちろん、よかった。さっき言った沖縄フェアの話とかを、はい、いろいろ僕たち県外回ってるので、そのトークライブがあります。それデコボコトラベリングのトークライブが7月の27日土曜日、はい、こちらは27日ですね。はい、はい、坪屋演劇場重ねであります。はい、で会場が19時30分、はい、開演が20時からになります。はい、はい、ちょっと大人が1500円、はい、はい、で高校生以下が1000円になりますので、あ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、はい、ぜひぜひお願いいたします。また皆さんぜひですね、チェックしてご参加いただければと思います、ね、はい、ね、たくさん、ね、ライブがあるっていうのは本当に嬉しいですよね、うん、でまたいやもう
やっとねこういうライブが増えてきてるので、うん、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いいたします。はい、はい、またあの、ね、あのいいですか、最後にですけど、最後ですね、ちょっと王子がですね、はい、やっぱり今日、ね、あの覚えたことをですね、うん、皆様にご紹介しますので、はい、うん、何でしょうか、ね、あの王子とピーチンは位は一緒、うん、友達友達これ皆さん分かったでしょ、王子滑ってます、王子滑ってます、これちょっと今日勉強になったことなんですけど、お引き取りください、うん、ね、そうでしょ、おじさん、はい、僕はおじさんの意見乗ります、そうだと思います、うん、今日ね本当に皆さんね、こうリスナーの皆さんもねこれでねお勉強になったと思いますよ、ありがとうございます。ぜひですねおじさん、うん、来月のあのスケジュール送っといてくださいね、絶対沖縄で飲みましょうね、そうですね本当ね、またねそういう機会があればです、ね、なかなかねあの王子ですね、なかなか、うん、締め付けられておりましてね、いろいろなかなか飛んでいけないんですよそうですね、締め付けは厳しいんですから、なかなかね、名古屋で爆発してるみたいな感じです、王女様がね、そうなんですそうなんですね、うん、じゃあ次名古屋来た時僕たちと飲みましょう、そうですね、そうですね、また、はい、また皆さんで飲みましょう、そうですね、皆さんでお願いいたします、ぜひよろしくお願いいたします、はい、すみません、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、はい、本日の電話ゲストはデコボコトラベリング比嘉亮太さんでした、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます。キユナ名古屋ね、私も滑っちゃいました。あら、まあ、滑っちゃいました。今リバボかかったよ、ね、名古屋は栄養どうなったんですか？うん、あのね、うん、今日みそちゃん覚えてますか？はい、最初のオープニングで、はい、ね、名古屋は栄養コーナーの紹介ぶっ飛ばしてますよ。だから今日ないんかなと思って。やっぱりいや、そうでした、うん。そうそう、今日トークコーナー伸びるっていうことで、うん、それは名古屋は栄養コーナー。ないんでした ねぶっ飛ばしてそうだったそうだった、ね、ちゃんと王子そこまで分かってましたから、さすがです ね、はい、メールご紹介します、はい、はい、ペーターさんがダンサーズさん滑ってますよ、うん、あ、滑っちゃいました、そして今ね味噌にも滑りましたね、あ、今日はいいね、今日なんか滑りまくってますね、ちょっとね皆さんちょっとっていうのは今日のねゲストとのね王子のトークが、はい、あまりにも良かったからじゃない、まあ多分まあ良かったってことだよ ね多分、うん、今日もね王子自分で絶賛してますよ、すごかったもん今日今日はじゃあ反省会いらないかな、でちゃんと、うん、ね、はい、ダンサーズとみそちゃんのこうお話をね王子はよく聞いてましたでしょ、うん、聞いてた ね、うん、でちゃんとこ の枠内っていうのかな、時間内だけでこうお話しましたんで、うん、うん、今日はちょっと本当に何そんなに得意ぶってんの、今日はいい話でしたね、うん、ずいぶん得意げだけど、今分かりました、ダンサーズ鼻で笑いましたよただね、リョートさんがねどう思ってるかですね、まあまあまあですね、うん、まあ、大阪来なさいと言われましたんで ね、はい、ね、なかなかで今から行くの大変ですよ、はい、そうですね、うん、でも今大阪だったんですよ ね、うん、ね、本当になんか忙しいですね、忙しいです ね、いろんなところに行かれてね、うん、はい、うん、はい、メールずっと読もうと思って、はい、じゃあ待ち構えてます、はい、はい、お願いします、うどん県大好きさんからです、はい、ありがとうございます、私が子供の頃雷の光が苦手でした、雷の音が鳴ったら隠れていました、今でも近くに落ちた時の音は苦手ですということでございます、やっぱりね、うん、ちょっと怖いですよね、うん、うん、近くでね、うん、本当になんていうのかな、こう爆弾っていうのをね体験したことはありませんけども、多分そんに近いぐらいのその衝撃っていうのはあるんじゃないかなと思いますよね、その近くにね落ちた時なんかに、おとといは私宜野湾にいた時も雷になってました、ね、はい、あ、なりましたね、うん、
はい、うん、そしてですね、はい、今日なんかツイキャスの雰囲気違うと思いませんか。ほう、はい、ということでじゃあメール一つ紹介しますね、はいはい、安定のダンサーズさん、はい、今日そうでもないけど、そうでもない、さん、そして妄想癖の幻の立候補予定者王子さん、うん、こんばん名古屋、名古屋、ラジオネーム明日飛行機のために寝たかぼです。おう、たかぼさんからですね、うん、はい、いよいよ明日沖縄復帰をさせていただきます。長かったシベリア抑留から故郷に帰るため本日は休みます。シベリアにいたのじゃないけど、ね、まあ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 ね、はい、ということで、はい、明日早いため、うん、やはり心配は試合の予定のある時の天気です、うん、あ、ここから本文になったと、うん、昔は今ほど人工芝がなかったため場所によっては雨天グランド不良のため中止ですということもありました。逆に試合の担当のない日にはピーカンで暇を持て遊ぶこともありましたね。なのでノー天気ノーライフでした。ではこの辺で明日は人生の転機を迎えますということで、そうなんです、今日、うん、イエローカード出す人いないなって思ってたんですけど、うんうん、高坊さんは明日飛行機が早いので寝ました、うんうん、ちょっとあのお休みになられてるっていう ね、うん、またあの高坊さんの、ね、沖縄にまた我々お邪魔した時また飲みに行きましょう ね、うん、ね、ね、高坊さん今までリモートで高坊のキックオフやられてたんですけど、うん、今度からリアルでできるのかな。リアルね、え、スタジオでやるんだろう、できますよね、きっとね、うん、やっぱねリアルのスタジオからのはいいですよねえ、うん、いや本当にね、うん、宜野湾にお邪魔してやっぱりいいなって思いました。うん、うん、ね、スタジオでできるっていいなって、うん、私もあの初めて行きましたけど、うんうん、あ、向き変わったなと思って、そう、そうなんです、新しいね、うん、FM 宜野湾でリニューアルした、うん、FM 宜野湾にお邪魔しましたけど、はい、ねえ、なかなかいい感じでしたね、うん、シックで、うん、はい、はい、ということで山中智文さん、はい、かっこ税理士、スベリー先生お元気ですか、かっこスベリー税理士、スベリーとは書いてないよ、はい、はい、こんばん名古屋、名古屋、名古屋は栄養ぶっ飛ばし、うん、うん、っていう名古屋がある火曜夜が大好きということで、ありがとうございます、ありがとうございます、そうそうそう、名古屋は栄養はね、うん、ゲストコーナーがね、うん、やっぱりちょっとね、あの長い時間お届けするということで、そうですね、はい、やめようって言ってたのに私はまたちょっと蒸し返してしまいました、うん、まあでもまあ、ね、はい、あのいいゲストの時間でしたよ本当に、はい、うん、で沖縄大好きさんがあさって木曜日は収録スタジオに行きますということでね、沖縄大好きさんのはね、はい、あの大好きを叫ぼうという深夜番組やっておりますけれども、はいはい、ね、木曜日に収録されてるんですね、はい、はい、うん、ということで、はい、沖縄大好きさんからのメールでございます、はい、ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん名古屋、名古屋、テーマ元気ではなく天気、そうだよ天気だよ、今日の沖縄晴れてて暑いと思ったらまさかの雨も降り始めました。降ったり止んだりの繰り返しだぜ。天気といえばアニメ映画天気の子も良かったですよね、ということでございます。天気の子っていう映画があったってことかな、アニメ映画が。あ、ありましたね。あ、そう、こう天気の子っていうのは必ず天気にしてくれるっていうお子さんってこと。いや、そういうことなのか。内容まで私聞きますいやだからね、これタイトルを見るとね、うん、タイトルから妄想するのやめてもらっていいですか。また妄想とかいう妄想は好きですけども、ね、まあ、一応真実をお伝えしてますけどね。おだまり、はい、じゃあ、はい、メール読みますよ、はい、銭形警部さんからです。ありがとうございます。私が天気予報の用語で疑問に思っていることは、どこかの芸能人が流行り言葉にしようと明けましておめでとうございますを明けおめ、今年もよろしくお願いしますをことよろと言っているように、短時間による集中豪雨のことをゲリラ豪雨と言っていますが、この言葉の使い方は間違っているのではと疑問に思います。もともとゲリラという言葉は戦争用語で不意打ちの攻撃とか奇襲戦法を意味するので、自然による行為が人間の戦法にするんですかと逆にツッコミ入れたくなります。
それから普通に短時間による集中豪雨といった方がまだいいような気もしますが、お三方はどう思いますかということです。うん、なんか、うん、あの、ま、でもこれ短時間による集中豪雨っていうのは喋ってる時に言いづらいですよね、うん、なんかこうなんかギュッとこうね凝縮したような言葉でまた言いやすいっていうのがあったんでしょうね、うんうん、なかなかそれをですね、あの王子に考えろと言われてもですね、うん、あのすぐには思いつかないですけどね。あのちょっとこう、あの頭がのね、こう脳みそが回転しないもんですからね。でもやっぱり急にね、こう話の話題で短時間による集中豪雨って言ってもピンとこないから、やっぱりゲリラ豪雨って言った方がインパクトはあるんでしょうね、うん、きっとね。まあそういうあの激しい、ね、要は激しいってことですよね。ね、うん、うん、まあ言葉って生き物なので、やっぱり言いやすいとか簡単に言えるとか、そういった言葉ってやっぱり浸透するんでしょうね、うん、そう、だからいろいろこう頭に思い浮かべてのことでしょうね、うん、あの激しい雨なんだろうなっていう、ね、まあ、結局冬地に合うっていう意味でね、うん、まあ、そういうことなんですけどね、うんうん、あ、カッポイさんが、まあ、聞いてないのも例えだからね、いきなり降ってくるし言葉として使いやすいし短いしって、やっぱりそういうことですよね。うん、うん、あ、にゃんぼうさんがジブリじゃなかったって、さっきの、あ、うん、天気の子、うん、あ、うん、なかなかちょっとあの王子、このアニメ的なことがアニメ的なって何、まあ、アニメですけどね、そのね、うん、内容までがわからなくて ね、 王子はね、アニメよりももっと好きなものがありますから、ね、何、いやいやいや、あんまりそこ深く突っ込むのやめてもらっていいですか。もっと好きなもの、びっくりしちゃったよ今。まあね、いろいろ、うん、まあ、ね、あの王子の場合はあのアニメじゃなくてこう実写版でやってほしいなっていうね。何の実写ですか。それはなかなか言いませんよ。いや、ちょっと言える範囲ですよ。いやいや、あのさ、はい、前ね、あれはシュープリームさんが送ってくれた写真かな、うんうん、ね、よくね、白いドレスのね、はい、下のこありましたね、姿がよく見えてるっていうね、うん、でそれがね、中学生みたいなね、あの発想ですねと言われましたけども、はい、ね、これはですね、はい、ね、若かろうが年いってようがね、目がいっちゃいますから、もうそこにあの王子は集中してますんで、うん、まあ、そういうような感じの、まあ、映画とかですね、うんうん、まあ、動画をねですね、うん、まあ、見てみたいなっていうね、うんうん、なんかこう、ウキウキしちゃうでしょ。王子違う意味で滑ってます、王子これ滑ってます。あのオープニングの時にチェッカーズ無双さんがお邪魔しますってあの出てきたんですけど、それから全然コメントがないのはやっぱり、えこれ別にあの王子 の、 そのトークではないと思いますけどな、うん、あのそれに乗っかってどんどんこの、ね、メールでね、うん、ツイキャスいただきたいなと思いますけどね。コメントはですね、あ、今日はあれですか、沖縄大好きさんがあの高橋さんに代わって、あ、本当だ、王子イエローカードにしようと思ったけどレッドにしようかな。それは どこの部分が、あのね、そこが知りたいんだよね、どこの部分があのイエローでこう、うん、それを超えるとレッドっていうね、うん、もうあのそこら辺をね、端的に教えていただきたいなと思いますけども、あの、うん、ペーターさんが明日もゲリラ豪雨の可能性ありって観測依頼メッセージが来るのかな、観測ボランティアやってますということで、ほう、あ、そうか、そのありますよね、この各地に そこの場所の天気を伝えするっていうね、はいはいはい、ボランティアがあって、はい、まあまあ、そう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 、で、まあ、要は天気のね、その気象予報士さんじゃないですけど、うん、集計して、ね、こうウェザーニュースみたいな感じでやるんですよね、うん、そういうことはあれですね、ちょっとこうお勉強されてるってことでございますけども、はい、エンディングでございます。はい、エンディングです。テーマはクーラーエアコン。来週のテーマはクーラーかっこエアコンです。王子の滑りトークでクーラーいらずエアコンが壊れて困ったことがある、カクテルはワインクーラーがいいと、皆様のクーラーエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などで
お困りごと相談は税理士法人ベスタックス個人スポンサーさんです。グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。来週は、うん、クーラーですよ。クーラー暑いからやっぱりね、汗も早く直してね。やっぱり薬塗らないと治らないな。また汗かくからなかなか難しいですよね。そうなんです。はい、ということで、はい、また来週聞いてください。閉店、グロングロー。はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、今日ゲストコーナー、うん、実は4人参加されていて、うん、そうだね、うん、デコボコさんとね、キンビラゴボさんと、うん、はい、豪華でしたね。豪華でした、うん、もう話がね、どんどんね、ついちゃうっていうのかな、うん、もういろんな方のね、引き出しをね、ちょっとこう開けてみたいなっていうような感じでね、お話ししちゃいましたけど、ね、楽しかったですね、うん、なんかもっと時間があったらよかったなって思いましたけど、はい、はい、ということでまた来週もお聞きください。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。